久保さん。久保さんも裏でいろいろやってますね。<laughs> まあ今回、あの、勇気の代行っすかね。勇気の、勇気の代理バッター。勇気は代だ、代理、代理、代理、野球で何て言うの代理バッター。代理バッターじゃないです。な、何でしたっけ代理。勇気の代理人とかにしときましょうか。勇気の代理人。<laughs> ね、みんな勇気ないからね、クボさんが金集めて、クボさんが行くっていうね。<laughs> まあみんな勇気ないんですし、挑戦できないんで、じゃあ俺が先頭立ってやるよと。で、えー、それを示して、ああ、みたいなね。まあその思うから分配すればいいしっていう。まあこれは僕はドリームアカデミアでもやってますけど、あのー、塾長が塾生より一番やるっていうね。<laughs> みんな勇気持ってなかなかこの続けられないし、 なんかいろんなまあなんだあいろんな理由つけてなんかやめてくんでまあ僕があのー、やると代わりにでその姿背中を見せる勇気の背中を勇気の背中を見せることによって勇気を沸かせるっていうねまあこれ一つの手法ですねうんまあみんな勇気ないですしねうんだから輝いている人が憧れるんでしょうね でもあなたも輝けるんですよ、うん。輝けるんだけど輝けないみたいなね <laughs>。そう。うん。だからその人生をより楽しむためには、うん、やっぱまあ勇気持つことじゃないですかね。勇気持って、えー、いろんなことにトライしてみるっていう。うん なんかね、僕、最近通販番組、また通販番組、僕好きなんですけど、通販番組見てたら、なんかその、なんだっけな、なんか90歳のおばあちゃんが出てたんですよ。そなまあ、ちょっと食品名、健康食品の食品名忘れちゃいましたけど、その人、90歳で、なんかその、パソコン使ってねで、英会話レッスンしたりとか、Zoom やったりとかね、なんかメールチェックしたりとかやってるんですよ。で、そのおばあちゃんが言うのが、あの <laughs>、このおかげですみたいな言うんですけど、その人ね <laughs>。 まあ、そのな、な、言ってたのが、まあ、90歳になっても、なんだろう、その、なんだ、年が取ったからできないっていう理由にしたくないし、あの、90歳でも何でもできるよっていう、実際私、何でもしてるしっていう、まあ、これがあるおかげで、みたいな話なんだけども。<laughs> いや、でもね、すごかったですね。結構若々しくて、90歳とは思えないぐらい、肌もね、結構ピチピチでしたね、90歳の割には。 うんだから世の中にいろんな人がいるんで、でも輝いてる人って多分常になんか勇気がある人かなと思いますねうん。多分勇気がある人って多分年齢関係ないですし、何も関係ないですよ。お金とかも何も関係ないし、かっこいい人って多分勇気ある人だと思います。いかがでしょうか。いってらっしゃい。